今日透明度抜群だね。だけど風が強いんだよな。カヤックは無理だね今日は。さあそろそろ石垣島行きの船が到着します。今この辺ね、これがそうです。全然人がいない。汗いっちゃったよな。46分、アナ経由か。さあまた三栄に来ました。人に送るための沖縄のお菓子なんかをね買います。何がいいかな。さあ黒糖だらけ、ミニガラチャーキーでしょ、塩せんべい、島豆腐チップス、これチンスコだね。チンスコこれぐらいかな。沖縄の名産お菓子って言ったら、沖縄には特有のそばがあるんでね、うまいんだけど乾麺よりはねやっぱり生麺の方が断然うまいですね。あいこ、こういうの食べたいね。例えばカナダなんかに移住してジャム作りなんていう人生もいいよね。ミルクシってなんだろう。スターバックスのクリスマスがやってきてる。乳酸菌飲料元気クールね。石垣市民憲章書いてある。すごいな。お、飲む緑虫。と石垣島にもクリスマスがやってきてるね。ああ、もう一番桜出た、毎年恒例。これは三栄デザインって書いてある。三栄だけの折を見るかね、これ。この缶には三栄って書いてないけど、三栄デザイン缶って書いてあるね。制服の今まで梅酒はあったけど、柚子とかシークワーサー、グレープフルーツもあるね。俺が知らなかっただけかな。すごいね、いろいろあって。あ、佐藤の鏡餅、俺の鏡餅だ。あ、すごいいっぱいある。5億3000万当たった人がいるんだ。すごい。あっ、いい雰囲気だよね、ここ。昔はここがね、石垣島の、まあ、港だったんでね、ここでみんなお客さんが船に乗ってたんですけど、まあ、その名残がこれとこれね、ここに浮き桟橋が1本だけあったんでね、懐かしいな。これアンエ観光ですね。多分釣り船かな。